どうも皆さんこんにちは、中村です。よろしくお願いします。はい、ということでね、4月ももう中盤ということでね、新生活が始まってまあちょっと経ちましたね。どうですか皆さん、ストレスで精神がパンパンでしょ。多分精神がパンパンだと思います、ストレスでね。まあその新生活が始まる前はね、不安だけどちょっとこうワクワクするというか、ちょっと期待を抱くんですよね。楽しみだなって期待を抱くんですけれども、そんなことないんですよね。基本的ストレスで精神がパンパンなんですよね。もうしんどいな、生きるのしんどいな、助けてって思うんですよね。そんなあなたたちに送る動画でございます。こちらでございます。はい、新生活、死にたくなるあなたたちへということでね、僕もねちょっとだけね、働いたことあるんですけどね、その時ね死にたくなりました。だからね、僕の経験をもとに今日はちょっと動画をねお送りしたいなと思いますね。もうまやみきさんも言ってますけど、諦めないでって。まやみきさんも諦めないで、生きて、絶対に来て、諦めないでってね、ちょっと味方すぎるまやみきみたいな感じで、本日もよろしくお願いします。まずどれぐらい死にたくなるかと言いますとね、これぐらいの頻度ですね、2日に1回死にたくなりますね。これまあ僕の計算なんですけども、僕は2日に1回、僕3時間に1回ね死にたくなってましたけど、まあこう、なんかいろんな人の平均するとまあ2日に1回ぐらいかな、みたいな感じでね、もうしんどかったですね。やっぱりこう、新生活ってさ、やっぱりこう新社会人ってやっぱりこう、最初はお金ないじゃないですか。お金なくて一人暮らし初めてやってさ、最初はその家具買うお金とかもなくてさ、最初なんか本当になんかもうその倉庫みたいな、なんかそのベッドとテレビとみたいな感じで何もこうレイアウトとかも何もできないから、そのなんかほんと倉庫みたいなとこでさ、でなんかもう疲れて帰ってきてさ、なんかもう近くのマイバスケットさ、ちょっとの贅沢をと思ってさ、お寿司買うじゃないですか。そしてね、あの倉庫みたいな部屋でね、なんかその寿司パカって開けてね、で蓋にね、この普通に小皿とかもないからね、醤油皿とかもないからね、この開けた蓋に醤油垂らして、わさび垂らして、こうなんかもうマイバスケットの寿司のマグロをこう醤油とわさび塗りたくって、もう倉庫みたいな部屋でもうど真ん中でパクパクパクみたいな、でマイバスケットの寿司食った、あ、マイバスケットの寿司ってこんなに硬かったんだとかね、そんななんかもう人生で一回も思わなくていいことをね、なんかもう感じたりとかね、やっぱりこうなんかしんどいからこそ、なんかそういうのもなんか感じてしまうとか、しんどくなるというかね、なんかマイバスケットの寿司の硬さ、なんかそういうのも感じてしまうみたいな感じでね。でまあこうやってね、あの2日に1回死にたくなっていくうちに、こうどうなっていくかと言いますと、まあこれはもうね逃れることができないです。こうなります。一旦心が破滅します。もうこれねプーってなりましたけどね、ほらもうそうだよってプーって一旦心が破滅します。プーってね、ドライバーさんが鳴らしてくれましたけどね。そうです。一旦心がね、破滅するんですよね。もうこれはね、もう逃れることはできないです。まあ、どれぐらい破滅したかと言いますとね、まあ、その僕18ぐらいの時、ちょっとだけ働いてた時期があったんですよね。その時に、その職場にいた、その還暦超えた、まあ、65、6歳の方ですか。僕18歳ですよ。18歳の僕が、65、6のその還暦超えた女性を見た時に、あ、なんかちょっと、エロいんじゃないみたいな、なんかもう今では絶対思わないようなことをね、思うんですよ。なんか、エロい、なんか、やりたいなーとかね、思っちゃったりとかしてね、もうなんか、あの時なんかよくね、わかんなかったですよね。もう何が何だかわかんなかったんですよね。それでもう帰り道とかもね、夜道ですよ。夜道とかもなんか、ね、って言いながらね、走ったりとかね。もうそうでもしないとね、なんかうわっておかしくなる時期があってね。でもその、いった心がね、破滅するまで行ってほしくないです。僕はね、ちょっとだけね、あの破滅した時期あったんですけど、もしね、破滅しそうだったらね、もうこうしてください。あの、夜逃げしてください。もうね、これはいいです。夜逃げしてください。もうなんかさ、なんかまあいろんな人に迷惑かけると思う。その35歳とか、そのもう36歳とか、そのもう、そういい大人がね、その夜逃げするわけじゃないんですよ。その新生活始まってね、まだそのもうまだ大人になりきれてないような、そういう人たちはもう夜逃げしていいです。もういい大人がしちゃったらちょっとなんか、ってなるけど、やっぱりそのまだ大人になりきれてないね、あなたたちはね、もう夜逃げしていいです。もう僕も実は、夜逃げをしました。夜逃げをしましたよ、僕もね。実はね、なんかもう、お父さんにね、連絡してね、もうちょっともう、もう無理だから、もう夜逃げしたい、お願いします、夜逃げしたい、つって、わかった、つってお父さんがそんな来てくれたね、もうボロボロの軽自動車で、ブーンってもうボロボロの軽自動車でね、僕の、その、会社の寮まで来てくれてね、もう、いっぱいもう荷物ガシャン、ガシャン、ほんと、ルパン三世のあのさ、もう荷物パンパンな時あるじゃないですか。ルパン三世のあの、車がパンパンな時あるじゃん。もうそれぐらいもう、荷物ガンガンガン、もうソファーやらなんやら、バンバンバン、テレビやらなんやら入れて、なんやら入れて、ブーンつってもうそのね、帰り道軽自動車ちょっとね、ほろり行ってね、泣いちゃったりとかしてね、よかった、よかった、よかった、って忘れてたんですけど、あの、高校の卒業アルバムもあの、会社の寮に置いてきたんですよね。だからもう一生もう見れないです。
一生僕もう妙とか言いましたけど、もう見れないです。もう高校卒業アルバムね、もうその会社の寮でね、もうなくなったんでね、もう一生見れないですよね。で、だからもう夜逃げしてください。うん、なんかもうきつくなった時夜逃げしていいですね。もうね、もし夜逃げとか、もう心が破滅してるのに夜逃げとかしないとこうなります。地獄社会の泥人形になります。もうこれはもうしんどい時はもう逃げていいんですよ。うん、逃げた先で何かを見つければいいんですよ。そこで何か見つからなかったら逃げた先で何かを見つければいい。今なんかいいこと今急に降りてきた。いいこと今言えましたよね。今、これ結構いいんじゃないですか。これためになるんじゃないですか。これいいんじゃないですか。これためになるんじゃないですか。そう。だから逃げたとこ地獄社会泥人形になるんで、あなたたちは泥人形じゃない。すみません、ちょっと何も出てこなかったんですけど、ちょっと頭すっからかんで何も出てこなかったんですけど、やっぱりこうストレス解消とかしていかないとこう泥人形になっていくよっていうね、ちょっと危ないんですよ。やっぱりこうストレスを解消するというね、まあこれじゃあ次は僕のストレスの解消の仕方です。あんまりね、あんまり真似してほしくないんですけど、これは僕のストレスの解消の仕方なんでね、僕はこうしてましたね。セーグ類になっておりましたね。うん、これが一番いいんです、結局。うん。これがね、結局一番いい。だって、その、食に走ったらさ、こう、太ったりするじゃないですか。そして、その、ギャンブルとかもね、こう、お金がかかって、こう、借金とかあるじゃないですか。もう、性欲をね、これね、やっぱ男女とのこの間のことをこうね、こう、研究ができるというかね、研究結果ですよ。言ったら、その、なんかじゃあ、あなたが、その、キノコ研究家だとします。そしてね、その森の中でね、キノコをこう遠くでこう見つけたとします。あ、キノコだっつってね。でも遠くから見たらただのキノコなんですよ。何のキノコかわかんない。種類がわかんないんですよ。でもこうやってね、近づいて虫眼鏡持ってこう見たりとか、こうね、撮って、でこう顕微鏡とかこうやってやっとこう種類が分かってこう食べてみて、あ、どんな食感だろうとか、なんかそういうね、毒キノコなのか毒キノコじゃないのかとか、うん、なんかそういうの分かるじゃないですか。だからキノコ研究、セーグ類はキノコ研究家なんで、近く行かないと分かんないことをこうわざわざその自分の身一つでこう研究するっていうね、これ大事なことなんだと思いますよね。みんなだって結婚したいでしょ、結婚の子供欲しいとかやっぱ思うじゃないですかね。まあそれ人によると思うけど、だからやっぱ性欲になる時期はね、僕必要だと思うんですよ。なんかそういうのに興味があるのならば、なんか遊びたいなとか、そう興味あるならば、その遊びたいなって気持ちのまま、なんか結婚とかしちゃったら、もうこうなります。3000% 不倫します。うん、3000% 不倫しますね。ちょっと言えてなかったですけどね。もうだからね、俺なんかそう性欲になる時期はね、僕あっていいと思います。そして、ストレス解消にもなるし、うん、なんかそこでね、なんかその会社とか学校の愚痴とかね、言えばいいんじゃないですか。それはでもちゃんとこう、ね、その、まあ、装備品とかつけてほしいですけど、まあ、でもなんかそういう時期あってもいいんじゃないかって、あなたたちはね、キノコ研究家なんですよ。だからもう近くで見てやっとこうわかるっていうね、もう身一つで研究してくださいということでね、まあ僕が何が言いたいかというと、やっぱ生きろってことですよね。うん、なんか急にどうしたっていうね、急になんかそのなんか性グルとか言ってるのに急になんか生きろって言うと、こいつどうしたってね、なりますけどね、まあ結局ね、生きてくださいという。死にたくなってもう生きるしかないですよ。もう僕たちはもうそれがね、使命というかね、地球に生まれてきてしまった、もうそれが使命、生きるしかない、生きても頑張っていくしかないです。でもね、生きてもね、まあ生きててもその半年に一回しか嬉しいことないです。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。